チョコあったのやつだけど。はい、友チョコ。友チョコ。分かってないな、これは。話はなんか話しにくいことっぽいし、ゆっくりでいいからね。うん。邪魔だな。あ、ミエさん、おはーい。よ。おはよう。あ、またメガネ忘れてる。こないだ、バレンタインあったでしょ？結構たくさんもらったの、友チョコ。それを食べてたんだけど、そしたら、しばらく食べるの我慢しないとなって。私が暴食の限りを尽くしそうになったら、小村君の手で止めてほしい。わかった、協力するよ。ありがとう。ミエさん、手出してみて。はい、よかったら受け取って。バレンタインに友チョコくれたでしょ。そのお返し。お返したくさんおかしく。ずるいぞ、東くん。俺だって本当は渡したいのに。いい匂い。ドア目で気を紛らせます。みえさん、それは今もらったクッキー。無意識。違うの、見間違えて。メガネないから。あれ、みえさん、それおかしい。のど飴じゃないから。なんだ、妙だぞ。なんか、みえさん、これチョコのお返し。ありがとう、いや、みえさん、今目あったよ。見てるよ、俺。これはわざと。みえさん、そんなことするのか。かわいい。ミエさんが一度決めたことを破らせては。ちょっとダメだって。ミエさん、我慢しないと。何のために朝のココア我慢したの。でもどうせ食べるなら俺の食べてよ。いや、ホワイトデー。いただきます。ありがとう、小村君。そうか。